しのぶとなるみの独説アメリカンライフ。この番組はアメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが、日本とアメリカの生活を独説に切っていく番組です。週1でサブスクリプション会員限定のエピソードが聞けるアフターアワーや、オンラインサロンでは収録の様子や映像付きの独占エピソードを配信しております。アフターアワーとオンラインサロンについてはドクアメ .com、 インスタグラム、ツイッター、YouTube については概要欄をチェックアウトしてみてください。はい、じゃあつぶやきから入っていきたいと思います。私のつぶやきはですね、まあ本当にため撮りしてていろんな話がうわーっと並んでるので、これこのエピソードが出るとか結構後になってしまうとは思うんですけど、うんうんうん、だからちょっとまあ今のトレンドからは外れてしまうのかもわからないですけど、ちょっと待って誰のトレンド、うん、今世界のトレンドというか日本のトレンドっていうんですか、了解了解、日本のこの時事問題からは少し外れてしまうのかなと、決してこのドクアメのトレンドではなくてってことね。ああ、ドクアメにはトレンドなんて、もうトレンドのトロジもないですからすげえランダムな話をランダムに話してるだけなんですけど、はい、ただなんか前回撮った時に、あ、まあ、うん、アフターアワーの方で広末涼子の不倫についてなんか触れたじゃないですか、うん、でこれを撮ったのが16日なんで、まだ今の時点でフレッシュなんですけど、はい、その話をした時に、うん、しのさんが一言、なんで2人の関係なのに謝らないといけないんだろうねっていう話をしたじゃないですか、うんうん、まあ、それでハリウッドの人は謝らないからね。そう、ハリウッドの人は別になんかこう、うん、それに対してごめんねって言わないじゃん、別に言わない、うん、そうなんですよ。で、ジョニー・デップともう一人の女の人、もう謝るところからもうコートでファイト本当に泥沼離婚でしたから、うん、もうそんなことだってもう、うん、I'm so sorry for Disney って言わないじゃんね、ディズニーのキャラクターをの僕をこのなんかこのこう何レピュテーションを悪くして、うん、壊したね、 I'm so sorry って言わないじゃん、うん、ジョニー・デップさんは、うん、一切言わないじゃないですか。どっちかというと、うん、私のイメージを傷つけたお前が金払いみたいな感じじゃないですかなので、まあ、でもその通りジョニー・デップは勝った彼女に、うん、から受け取った1ミリオンを全部ドネーションしたみたいですよ。へえ、うん、そうなんだ、うん、もう全部寄付した言って最初から言ってましたね。なんかよかったのにね。まあでもそれでそれが起きたことで1ミリオンの寄付が発生したから、まあいいのか確かに確かにアンバーさんだったと思うんですけど、うんうんうん、まあそれはよしとして、うん、まあそういう話をしてツイッターをたまたま見たんですよ、うん、でそしたらツイッターが意外にもうこんなの謝らなくていいんじゃねっていう意見がすごい多かったんですよ。だから日本も少しずつ世論は変わってきてるんだなって、うん、昔はなんか必ず謝らないといけないとか、うん、なんかそれがもうハウトゥーみたいな感じだったじゃないです か、 なんかだってそれこそあなたほら誰かと誰かが破局したなんて時にさ破局会見とかあったじゃん。ありましたよね。また F is 破局会見じゃない破局会見それこそなんかはぁじゃない、うん、意味がわからないみたいな、破局するのになぜ皆さんの前で破局いたしましたって言わないといけない、中森明菜ちゃんが泣いて、うん、ああそんなこともありましたか、うん、確かにね、あの時代はそうでしたね、うん、やっぱでもそれってさ芸能界っていうある意味なんかこの、うん、セレブリティっていうよりかはもうなんかほぼほぼなんかもう王族みたいな、うん、レベル、もう確かに日本のね、うん、芸能界っていうのが全く違う世界、うんうん、だったからなんか何が起きても起承転結すべてはなんかほうれん草するみたいなのがあったのかもしれないけどね、うん、日本まあエンタメ感も、ねうん、ありましたしね、うん、でそういうのもまあなんか世論は意外に、うん、真っ二つなんだなと思って、ほうほう、でそしたらなんかいろいろツイッターの投稿がね面白いのが多いなと思ったんでちょっと見せたいなって思って今探したんですけど、うん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 、なんかこの、まあ、カッパエビシちゃんって人が出した投稿が広末涼子の不倫は許されたものではないけどこの記事を読んでパートナーからの繊細な一言で愛は冷めるんだなと、余計な一言と言葉には気をつけようのなんかこの広末涼子が結婚してた相手が言った一言らしいんですけど、うん、広末は家事の面ではなく女性としてもキャンドル氏とすれ違いを感じることが、キャンドル氏って誰？なんかキャンドルを作るキャンドルアーティストのと結婚したらしいんですよ、広末は。別にこれはミスターキャンドルじゃなくて、じゃなくて多分キャンドルを作る日本人の方と
そうですそうです、キャンドルを作る日本人、まあ、なんとかキャンドルっていう名前さ、名前なんですよ。でもそれはキャンドル、うん、芸名だとは思うんですけど、うん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 、まあでキャンドル氏とすれ違いがあった、うん、と感じたことがあったようだと、うん、ファッション誌のストーリー22年の12月号で、うん、寺島しのぶ50と対談を行った広末はキャンドル氏から香水とかつけた方がいいよって言われるんです、うん、私鼻が良くて自分の香水で酔っちゃうから普段は全然つけないんですけど、鍵かっこそういうの女性として大事だよって苦笑いと無理な要求されたと明かしていると。でさらに対談ではうちの旦那さん私より断然ロマンチストなので子供が生まれてから育児に追われていた時期に魔法が解けちゃったんだねって言われて、え私魔法かかってたんですかって苦笑いと戸惑ったことを告白と、孤独を知った大人の声は人それぞれだし夫婦の形もそれぞれと語っていたと。孤独を知った大人の声、うん、はい、それ違う夫婦に隙間風が吹いたのだろうかっていうこのまあストーリーっていうファッション誌で書かれてたことらしいんですけど、なんかこうちょっとひどくないですか。ちょっとかなりあなたキャンドル作る人が、そんな人様のキャンドルを作る人がこのような考えだと困りますわよね。そうですよね、うん、で魔法が解けちゃったんだねってちょっとひどくないですか、女性に言うこと。魔法が解けないようなキャンドル作れよ前がって話だよねキャンドルだから、ね、キャンドルが足りてないんだよ。うん、確かに確かに。じゃあお前がファイヤー灯せよキャンドルが。灯せよキャンドルをじゃあずっと。爪あの匂い良くなるようにみたいな感じですよ、ね。そうよ。とかね、なんかいろいろなんか。いやでもこういう人私すごく嫌い。そうですよね、うん。なんか私も思ったんですよ。ちょっとそれはさすがにデリカシーないんじゃないかな、うん、奥さんに対してって思った。うん、すごくそう思う。うん、いやなんかね、ダメですね。あとはまあいろんな世論は、コンさん、広末さんの不倫について子供がいて旦那がいて仕事を持つお母さんの忙しい毎日、そういうそういつ時にどうしても必要だと思う人が現れることがあるんですよ。生きていくために必要な人、不倫という言葉で片付けないでほしい。自分にとってその時その時必要な人が来るんですよ。いや確かにね、って言ってコンさんいいこと言うねこれね。いいこと言う。うん、このね隙間のねフィラーがいるわけですよ、うん、この隙フィラーがいる、ね、隙間をね埋めるね人がいるわけですよ。うーん、それはね その時にこう、うん、お互いに隙間なんだろうねきっと、うん、そうなんだと思いますね。うん、まあ、別にあそういうのあると思う、うんうん、あまあそうですね、うん、でもなんかこう他のあのあその私が見たツイッターで面白いなと思ったのは、うん、なんか僕はこれにこのインシデントによって広末のあのなんか好感度が上がったっていうコメントがあって、ふーっと思ったら、どんなブサイクでも手に職ついてればこんな綺麗な女性とセックスできるってすごい夢があるわとか言って書かれてて、なんかすごいな。アマゾンの社長を見てごらんなさい。ジェフ・ベイゾル。あなたも私にとってはいやちょっと生理的に受け付けない人だわって思うけど、あなたアマゾンの社長だから、うん、そうですね、うん、すごい綺麗な奥さんついてる確かに確かに本当にその通りですよ、うん、やっぱ そういうのをねあの見てたらなんか意外に日本の世論は、うん、叩き潰そうっていう感じじゃないんだなって思ったのと、うん、もう古いのかもね、そのなんか謝るとか、うん、破局会見とかさ、うん、どうでもいいよね、うん、ある意味、うん、まあエンタメなんでしょうねこれ。そうだから、まあ、その破局したらしいよとか、まあ、そういうのはさエンターテインメントの世界で生きてる人たちってどうしてもついてくると思うんだよね、みんなが興味があるから、うん、ね、破局しただの結婚しただの確かに、ね、妊娠しただのってそういうのはなんかわかるんだけど、うん、それに対して会見をして謝るとか、うん、そういうのがもう、うん、もう古いって日本人の人たちもみんなそういう感覚なのかもしれないね。なのかもしれないです。なんで謝ってんだろうっていうね、うんうん、なんかそういうのもなんか含めると意外になんかこうあれみたいですね、うん、あの日本も少しずつ変わってきてるんだなっていう、うんのがありました、うん、でも特に広末涼子がこれ2回目の結婚じゃないですか、2回目結婚して
一回結婚して離婚して一回結婚して離婚して、まあ、二回目の時に三回目っていうので、うん、まあ、お騒がせっていうレッテルはついてたみたいで、彼女が。そうなんだ、うん、え、そんなにお騒がせっていうのは、そのあのいろいろとこう行ったり来たりしちゃってるみたいな、こう芸能界を騒がしてるみたいな感じ。あ、騒がしてる、なんか広末涼子お騒がせっていうイメージもあったから、うん、そこまでダメージ、だ好感度がそこまで高い人ではなかったっていうのが、うん、もうなんか影響してるんじゃないかって見てる人もいたりとか。なるほど、ね、だからなんか、うん、っていうね。でもなんか女性に対する当たりも強いんじゃないかって、そんな意見もありましたね。女性に対する当たりが強い？強い。例えば広末涼子は無期限の休止なんですけど、事務所から言い渡されたのが。そうなの？らしいんですよ。でも男性はシェフなんで、ミシュランスターシェフなんで。確かに確かに。普通に営業してるんですよ。そりゃそうだ。あの、不倫したのでちょっとすいません、今回から生牡蠣は出しませんと言えないもんね。ちょっとこれから1ヶ月間はちょっと生牡蠣は出しませんと言えないもんね、そんなこと。精進料理にしますとかね。ちょっと寺行ってきますみたいな。ここ一週間反省の目を込めてみたいなね。そう、反省料理、反省料理。反省ですね。とかまあそんな笑いにするものでもないですけど、ただね、うん、そういうなんかこう女性に対する当たりは少し強くないかと。うん、うん、なんで女性は咎められて男性は全然咎められないんだとかっていう、まあ。生きてる世界が違うっていうのもあるかもしれない、ね、うん。あるかもしれない。はい、でも、うん、そこだよね。なんかほら、うん、前も言ったけど、その広末さんをすごくクリーンな清楚な、あの、うん、なんていうの、こうなんつうの、この一途な奥様みたいな感じで位置づけたブランドディールが何かあったとしたら、うん、だからね、例えばそれこそわからないけど、うん、チャーミーグリーンみたいなやつよね、あの、はい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 、おじいちゃんおばあちゃんまで手つないで何十年も仲良く結婚するみたいなのがチャーミーグリーンの私の中ではこう、うん、イメージなんだけど、うん、おじいちゃんおばあちゃん可愛いカップルが手つないでるみたいなね、そういうところに、うん、例えば広末涼子が入ったとしたら、そのチャーミーグリーンさんから、うん、あなたはもう使いませんっていう風に言われるのはわかるんだけど、うん、あのうちの企業理念と異なるのでみたいな。でもさ、うん、事務所が広末さんを仕事しなくていいっていうのってなんかね、うん、またなんかすごい、うん、まあそれがこう、うん、雇われてるってことなんでしょうね。だってそれこそアメリカなんてクリントン前大統領ね、不倫して下でみたいな、大統領時期にみたいな、うんうん、確かに確かに一番大事な時期にね、うん、まあでもまあそれが日本の風潮なんだろうけど、変わってってほしいけどね。別に広末さんが不倫したからって、うん、演技力が落ちるわけでもなく、そうですね、まあその広末さんだからこそ演技できない役割とかも来るかもしれないけど、あの、うん、なんかこう仕事をしちゃいけなくなるっていうのがちょっと私には理解に及ばないんだけどね。確かに確かに、まあ、無期限の休止とかね。ね、無期限、うん、じゃあ何したら許されるんだろうね。うん、そうなんですよね、うん、何したら許されるんでしょうね、うん、逆に言ったら本当に、うん、広末さんはただただ人間でいるだけなのにね、うん、なんかそこがちょっとなんか、ね、確かに別に広末さんの、うん、家族ならそういった考えを持つのも分かるけど、もう禁止しなさいとか、うん、そうですね、うん、妻として何とかとかね、うん、まあ、離婚するでも何でもその旦那さんがと話し合って決める分には、うん、そうそうそう、だったらいいんだけどね、うんうん、いや、あなたの私のエンプロイヤーに、うん、仕事しなくていいお前はって、うん、よく分からないと思うけど、確かに、うん、それってちょっとよく考えてみると少しあれですね、うん、おかしいでしょ。それって、うん、なんかすごいことですよね、うん、普通に会社として置き換えたらすごいプライベートの侵害じゃない。そうですよね、うん、思いました今本当に。だからこそなんかよくわからない、うん、まあだからイメージを売ってる、ね、まあ、芸能界っていうところだろうね、まあ、きっとね、うんうん、そうだと思います、うん、まあ、自分が売ったイメージではなかったかもしれないですけど、確かに、ね、自分が作りたいイメージではなかったかもしれない、うん、世間が作った彼女に対するイメージだったのかもしれない。そうね、確かにね、うん、まあ、それでお金をもらってるんだからっていうところで、だからこそ謝るとかなるのかもしれないけどね、うん、うん、まあそんな感じでした。なんかこう日本も変わってきてるんだなと思ったインシデントでした、う
本当ね、確かにね、うんうん、まあね、あるんですよ、あの隙間風が入る時が、夫婦不倫も浮気もね、あるんですよ、うんうん、そんなのをね、うん、あのやっぱこう一番いけないのはね、あの頭ごなしにこうあのジャッジしてはいけないと思うんだよね、すごく、うんうん、何があったかわからないですからね、その2人にね。そうそうそう。うん、何があったかわからない。本当こう、夫婦間の問題がありますからね。それは間違ってることよ、みたいな風に。たとえ自分がそれを思っているとしても、うんうん、でもやっぱこう、友達なら、家族なら、こう心配をしての言葉っていうのはいいんだけど、うん、こうジャッジするとね、あの、うん、どっちも辛いよね、やっぱりね。そうですね、確かに。まあなんか、うん、興味深かったです。本当ですね、はい。うん、まあ私があの死ぬまでに浮気をすることがあったら、あの皆さんにその時の心境をお話ししますわ。こういう気持ちでしたって。こういうところにこういう隙間が入ってきましたっていうふうに。まあ、シロさん何でも本当に人生をネタにできる人ですからね。したくてしてるわけじゃないんだけどね。まあ確かに、うん、でもまあそれぐらい開き直ってるとなんか生きやすいのかなとも思いますよね、うん、なんかこうどうなんだろうね、あの、うん、多分だけど、うん、うん、アメリカに住んでるからっていうのは私にとっては強いかもしれない。それを言うとなるみちゃんは、うん、あのどう思うか、あのちょっと心配なところでもあるけど、うん、こうこれがもし日本だったら、うん、ここまで大広げに喋ってかなっていうのはちょっと分かんない、私もしかしたらね。ああ、はいはいはい、石野さんがアメリカにいるからってことか、うん、そう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 、うんうん、まあ、それも白さんの性格もあるのかも分かるんですけど、ね、あ、そっちがやっぱ、そっちが89だね。そうそう、うん、アメリカならちょっとって感じです、ね、うん、11ぐらい、うん、よく分かってらっしゃる、うん、まあ、はい、でもそれが、うん、白さんのいいところですから、だからそこまで、だから大悟千鳥の大悟は、うんうん、大悟さん、大悟さんは、うん、あのまあ、不倫するっていうイメージがあまりにも強すぎて、そう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 、うん、不倫しても叩かれないんですよ、逆に。あ、お前だったらするよねみたいな。すごい面白いよね、はいはい、もう大好き、うん、めっちゃ面白いと思って、うんうん、お前だったら、いやそれはするわなみたいな感じの、うん、なんかこう風潮、うん、だからこそそれさえもネタにして喋ってるみたいな、あの自分の奥さんになんか怒鳴られたとか。それで奥さんがいいならいいけどね。まあそうなんですけど、うん、まあそうなんですけど、ね、はい、そこだよね、うん、だ夫婦の問題だから、まあ、でもよく皆さん言うけどね、うん、こうそれぐらいの芸人の奥さんはなんかそれぐらいの器がないとなんて、ね、やっていけないって聞きますね。やっていけないよって。確かに確かに。まあでもそれでしっかりと、うん、あのお金がガツ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 入ってくるなら、うん、もうどうぞどうぞって思うかもしれないし、まあ割り切ってるのかもしれないし、ね、ですよね、彼女と、まあ、大悟さんの奥さんはってことですよね、うん、うんうん、分からんの、分からん、うん、分からん、まあ、ダメなことですけど、ただこの私たちがアフターワーで弁償したのは、うん、ただあのパブリックに謝るっていうのはなんかこう日本だけの特徴だねっていう話はしたって、うん、それの、まあ、補足だったっていう、そうね、はい、それ以外のどこの国がそういう謝る文化があるんでしょうかっていうのは知りたいね、うん、意外に、うん、あのオランダでは芸能人謝りますよとかあるのかもしれないし、あ、そうですね、韓国ではとかね、韓国では日本と似てますからね、うん、分からないけどね、はい、でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、私のつぶやきはですね、すごく庶民的なつぶやきなんですけど、はい、あのごめんなさいね、本当にアレルギーが、アレルギーがだんだんとアレルギーに負けてきている私のテキサスライフ。あ、それよりも喋りすぎなのかな。あ、でもそれもあると思いますよ、喉、本当に私あの喉の保険をかけた方がいいってね、誰かに言われたんですよ。そんな喉にも保険あるんですか。っていうかほらモデルさん、ハンドモデルとか、うん、足のモデルとか目のモデルとか、うん、そういうそこが商品になってる人って保険かけるんだよね、うん、そこがもしダメな、あの例えば手を火傷しちゃってね、そのやけどの再生手術とかをするのにすごいお金かかるとか、うん、そういう時に保険を使うわけよね、うん、要は商品だから、うん、確かに、
なんか一リスナーさんが、しのぶさん喉が調子が悪いみたいですけど、喋りすぎなんじゃないですか、うん、喉に保険かけられますかとか言って、あ、そんな保険あんのかな、喉にみたいな。だったら芸能人もね、失敗し、なんかこう問題が炎上した時の保険とかありそうですけどね。あんじゃない、やっぱり炎上保険、そしたら失業するから失業保険、そうそうそう、そういう損害賠償のための保険とかあると思うよ、絶対。そういうエンタメワールドだし、うん、まあまあそれを置いといて、そう、カレー粉がね、カレーを食べたい、うん、アンディのアンディの職場の、お客さん、うん、アンディのお客さんなんだけど、すごくシニアな、多分70歳を超えてるんじゃないかな、はいはい、シニアの老夫婦の方がアンディ の、はいはい、お客さんとしていて、なんかすごく馬が合うみたいで、はいはい、で仲良くしてるんだけど、その人たちがとにもかくにも餃子が好きなんだと。白人だよ、白人のおじいちゃん、はいはい、ばあちゃんだよ、うん、で餃子と日本の白米が好きなんだと、でアンディのほら奥さんが日本人って聞いて、うん、餃子と白いジャパニーズライフをライスを食べたいって言われてたと。でつい最近、うん、そのおじいちゃんの誕生日があるってなって、うん、でアンディが、あ、そうだ、もし大丈夫できるんだったら餃子と白いご飯を詰めた弁当みたいなのを作ってくんないかと、うん、で、あー、めんどくせえなーと思ってでも、うん、まあまあね、やったわけですよ、うん、で、はいはい、でも餃子とご飯だけじゃなーと思って、うん、でせっかくだからじゃあカレーもつけっかと思って、うん、カレーならすぐできるし、うん、白いご飯にかける日本のカレーってこんなだよって言ったら、ね、まあ、食べたことないだろうしと思って、カレーも作ろうと思ったら、うん、カレー粉がなんと、うん、この一箱あると思って、一箱の材料で全部、うん、料理して煮込んだ後、さあルーと思ったら半分しかなくて、うん、箱の中にあ、しまった、半分使ったなったと思って、このうん、でももう使っちゃってる量はもう一箱量だから、はいはい、最初から半分とかあったら半分の量で考えてやるんだけど、確かに確かに、もうガツガツ 1000cc 入ってるわけよ、もうスープが、うんうん、もうこれは買いに行くしかねえべと思って、ですぐそばにある、まあすぐそばっつっても20分かかるけど、そこに、うん、香港マーケットがあるから、はいはい、そこにカレールーだけを、臭いところですね、うん、臭いところよ、鼻つままないと入らないところよ、本当に、そこに行ってしょうがないから買いに行ってで、うん、そしたらたまたまこんにゃくゼリーが売ってて、そこに、うん、たまたまね、で、あ、うん、私こんにゃくゼリーすごい好きなんですよね、日本のこんにゃくゼリー、うんうん、で、うん、あ、こんにゃくゼリーだと思って、もうこれから日本にもうすぐ行くのに我慢できず、3ドル50も払って1袋、うん、こんにゃくゼリーを買ったわけですよ、うん、そしたら、うん、今の こんにゃくゼリー、こんにゃくゼリーなんだけど、うん、うん、私が知ってるこんにゃくゼリー、うん、ハート型の硬いプラスチックのケースに入ってたんですよ。そうです、そうです、うん、今もそうですよ。え、今こんなこんにゃく畑の、こんにゃく畑のこんにゃくゼリーはハート型に入ってますよ、まだ、いまだに。じゃあこれこんにゃく畑じゃないからか。こんにゃく畑ってどこの会社が作ってるんだろう。私だからね、こんにゃく、そうだね、うん、確かにね、こんにゃくは作ってないよこんにゃくは作ってない、ね、このそっか、こんにゃく畑のこんにゃくゼリーは、うん、多分まだハート型に入ってました。会社が違うのか、うん、そっか、多分私思わず、あ、ほら喉を詰まらせて死んでしまう人が出たじゃん、うん、何件か、うん、それだから、うん、こういう袋のパウチ型に変えたのかってちょっと感心したわけ、うん、で多分まだ未だに同じだと思います。そうなんだ、そっか、うん、で、そっかそっか、じゃあこれは喉が詰まらないように改善改良された食べ方なんだなと思う、うん、要はこういうちっちゃい
袋になってるわけよ、こういうね、はいはい、こういうつっても分かんないよね、うん、聞いてる人は。あの正方形の、うん、まあ、キャンディーぐらいが入るぐらい袋みたいになってる。確かに なんて言えばいいのこれ。コンドームより小さいぐらいですかね。そうだね、コンドームよりもちっちゃいような正方形の袋に、正方形、うん、ゼリーが入ってるって感じで、うん、あーと思って、じゃあこれにしたら喉がつまらないんだなって思って、うん、こうバッて開けてガッて思いっきり吸い込んだら詰まったって話なのね、私はね結局結局詰まるんだ。私詰まったことないの、こんにゃくゼリーで。え、いやダメじゃないですか今まで一回も。え、詰まったっていうのはちょっと、詰まったはちょっと語弊があるな、あの、うん、吸ってこう袋状態だから、画像がない人は、あの要はその、ね、コンドームの袋みたいなやつを上をピーって切ると、うん、開けてね、うん、切ってこう押し上げる状態、うん、下からゼリーを押し上げながら、うん、口に含んで、で、うん、吸ったわけですよ。あー、うん、危ない危ない。そう、そしたら、うん、そのまんまちっちゃい正方形のゼリーがスルルルルンって、うん、やばいやばい、喉から奥まで入っちゃって、詰まってはないんだよ、うん、詰まってはないんだけど、うん、びっくりする速さでこんにゃくゼリーを私は胃の中まで入れちゃって、うん、楽しめてない何にも一切こんにゃくを楽しめてないじゃないですか何にも、カービィみたいになって吸い込んで終わりみたいなそして体の一部になるみたいなねそのプロセスが全然楽しくないですね。こんにゃくゼリーって何が嬉しいって、この食感じゃん。うん、そうそうそう、こんにゃくっていう食感が楽しいのね。楽しいのに何にも考え何にも、あの楽しむことはできず、で詰まってはないんだけど、うん、スル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 って入ってたから、うん、おえってなったわけよ喉のところにね。でも詰まってはないよ。カービィじゃないですか吸い込んで吐き出すって吐き出してないよ、吐いちゃったから、吐いちゃったからね、うんうん、でもそこで、あの、え、全然改善改良されてないじゃんってつぶやきを言おうと思ったらそっか、うん、こんにゃく畑ではなかったね、その名前を私忘れてた、うん、こんにゃく畑ゼリーじゃないんだよ、こんにゃく始まり方がおかしい始まり方がさ、あの白さんアンディのクライアントの話から始まって、あー、この話はきっとクライアントが嬉しかったで終わるんだろうなと思ったらめっちゃ違うところに入ってて、こんにゃくゼリーを買った話をしたかったわけ。あー、そうなんだ。でもだったら最初の部分短くてよくないですかあ、そういえばこうカレー作りたくてアジアンマーケットに行ったんだけど、どうから始まってもいいのに前置きめちゃくちゃストーリー長いから、なんでそこまでしちゃうんだろうね、うん、そんなところから、かなり気になりました。そこまで巻物を喋んなくてもいいよね、別にね、うん、だからちょっと私、うん、だからなんかこうなんか終わってないハリーポッターの本みたいになってます。何どうなったのって、いつこのお客さんがこのこんにゃくとくっつくんだろうかって思ったわけでしょ。あ、そうですそうです、まさにその通り。いつこのカレーと餃子を食べたお客様が、あの、そう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 、こんにゃくゼリーにくっついてくんだろうと思ったわけでしょ。くっついてくる、全然離れてたバラバラ話が、うん、全然違う話あー、めちゃくちゃ離れましたね。なんでそこから喋ろうと思ったのかわからないんだけど、はい、はい、私のつぶやきは、うん、はい、あの、うん、え、いつからこんにゃくゼリーってこんな形になったらって全然改善されてないじゃんって言いたかったんだけど、あの、全く違う商品でしたってことでした、はい、こんにゃく畑のこんにゃくゼリーはまだハート型なのね。多分そうだと思いますけどね、うん、私もそれのまだまた喉を詰まらせた記憶があったんで、帰ってきた時には私もこんにゃく畑だと思って買ったと思うんですけど結局喉の詰まったんだと思ったんです。二人でやられてる、そう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 めっちゃ詰まってんじゃんと思いながら、あ、うん、でもね、こんにゃくゼリーのファンの人多いと思うのよ。多いと思いますね。もうあれさ、うん、これカップにしてこうスプーンですくうようにしたらいいんじゃないのかなと思うけどね、うん、もしくはもっとちっちゃくするとかね、キューブ状にするとかなざれほぼみたいに、そしたらもうダメ、飲んでる感覚もないくらい飲ん
てる感覚なくしちゃうんじゃないですか。もうそっか、確かにね、ボバみたい、一気に吸い込んじゃってタピオカみたいにすればちっちゃく、あーまあ確かに、それはまだほら、まあ、噛めるかもしれない。うん、でちなみにどうなったんですか、そのアンディのクライアントは喜んでくれたんですか。喜んでくれましたよ、はい、とっても喜んでくれました。カレーは食べたことがなかったって言って、あのすごく美味しいって言って、うんうん、あーよかったよかった、うん、全然、あの自分たちが思ってたカレーじゃないって言ってたけど、あこのインドのカレーしか知らなかったから、あ、うん、はい、そんな感じでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと私たち疲れているのか、なんかもう話がもうなんかあれですね。All over the place ですね。紐が緩いね、うん、緩いですね、すごくね、なんか、はい、うん、辻褄が合わなさすぎにもほどがあるぐらい今すごいストーリーラインでしたね。まあね、でもそうかな、いつも通りの、うん、あのドカムだと私は思いますけど。あ、本当ですか、わ、うん、かりました。はい、ありがとうございました、はい。このコーナーはケンブリースポンサーです。ケンブリーは24時間いつでもどこでも世界中のネイティブの講師と英会話を練習できるオンライン英会話サービスです。予約なしでいつでもどこでもネイティブとすぐにお話できるの。まさにその通りです、しのさん。しかも今新しいグループセッションも提供してるんです。それだって言ったらもう留学を日本でやってるようなものよね。その通りです、はい。ぜひ独舌 DOKUZETSE を使って15分の無料体験をお試しください。詳細は概要欄をチェック。はい、トピックいきますよ。お願いします、はい。トピックはですね、あのこのもうこういうなんかわけわかんない、あのもうカレーぴったりじゃないですか、うん。カレーからわけわかんないこんにゃくゼリーに行ったってなると、あのすごくぴったりな感じもしますけど、あのただ単に私が日本に行く時期が、あの近づいてきたな。あ、でもこのエピソードがオンエアされる時がもし本当に7月の10日だったら、あーでもな、分かんない、早めるかもしれないです、ね、はい、分かんないけど、うん、まあ、まだ私たちが日本にいる時かもしれない、うん、もしくはその後かもしれない、うん、その後はないな、うん、でもまあその、うん、今収録してるのがまだ6月の16日なので、まあ日本は、はい、あと、1週間半後に私は日本に立つんですけど、うん、楽しみですね。近づいてきたな、うん、近づいてきたなって思ってた時に、今年は絶対ディズニー行こうってところから、うん、あ、何がディズニーって今今年は何が流行ってるんだろう、ほら、あの食べ物とかさ、シーズナリティのある食べ物とか、うん、何だろうと思って調べようと思ったら、うん、ディズニーにも都市伝説があるって書いてあるサイトがあって、うん、え、うん、ディズニーに都市伝説ってあるのって思って、思わずちょっと興味があって開いてしまったら、うん、ちょっとそれが意外に面白くて、うん、でそれをアフターアワーでも少し紹介したんだけど、あの、うん、今回のこの本ちゃんのポッドキャストでも、あのちょっと皆さん、まあ、みんなが知ってるディズニーだからこそ、なんか知ってる人もいるかもしれない、うん、聞いたことあるって人もいるかもしれないけど、私にとっては全部初耳だったんですよ、うんうん、ディズニーファンの私ですけど、うん、だから結構多くの人もそんな嘘じゃんって思いながらも、へーってちょっと楽しく聞けるんじゃないかなと。で少し、うん、なんかいろんなジャンルのがあって、で、はいはい、あの今回はちょっと少しこう怖めの都市伝説だから少し怖めの、うん、あのものをちょっとピックアップしたいと思います、はい。まずですね、グーフィーは実はもうこの世にいないと言われてるらしいです。まずなるみちゃん、グーフィーってわかる？犬。でも違いがわかんないです。グーフィーともう一人犬いますよね、キャラクター的にね。プルート。あ、プルート。 あの二人はどんどんと犬なのにインテリジェンスレベルが違うんだろうなって思ってて、グーフィーって犬だっけ、うん、グーフィーで、グーフィー犬ですよね。これって犬？そっから始まるけど、プルートが犬なのは知ってるけど、うん、グーフィーも犬ですよね。え、グーフィーも犬なの？私なんか狼とかそういうんじゃないの？グーフィーって違うの？グーフィーって狼なのかな？グーフィー、グーフィー。でも私そんなレベルですよ。フィー。グーフィーは何の動物って？動物？やっぱ犬をモチーフとしたディズニー。アニメキャラクターですって感じですよ。犬、牛、狼、
でも犬だってやっぱうん、ダックスフンド犬を擬人化した。グーフィーはダックスフンドでプルートはビーグル犬だそうでした。そうです。ああ、プルートはね、なるほど、うん、じゃあプルートは人に発展させてもらえなかったね、うん、ディズニーさんにとってね、うん、そこもなんか都市伝説ですけどね、うん、確かに確かに、うん、でこのグーフィーがね、もう実はこの世にいないと、うん、で、うん、その、 あの内容がちょっぴりのんびりしていて夫でした性格で、親友のドナルド・ダックとのドタバタコメディが人気のグーフィーで、このグーフィーが実は過労によるストレスで首をつって自殺しているストーリーがあるというのです。そんなものが怖いよね。ディズニーのクラシックムービーには紛失したものやお蔵入りになったものが数点、存在しており、もしかしたらその中にこのショッキングな内容のものがあったのかもしれませんと、うんうん、でまあそれが本当かどうかは分かりませんけど、都市伝説なので、真相は分かりませんよ、うん、でもめちゃくちゃダークなストーリーじゃないですか。そしたらなんか、うん、実はウォルト・ディズニー過労死過労で自殺をしていたグーフィーは、犬なのにっていう都市伝説もありますと。へえ。であと一個、熊のプーさん誘拐事件。なんかですね、これはね少しだけ聞いたことあったんだよね。で、ディズニーキャラクターの中、まずプーさんの話知ってる、なるみちゃん。知らないです。熊のプーさんの話を知らないの。うん、見たことないと思います。まず熊のプーさんって何だと思う？熊。うん、熊なんだけど。うん。なんていうの、クリストファー・ロビンってわかる？クリストファー・ロビンが作ったクマですよね。うん、そこは合ってる。で、ああ、よかった。クリストファー、クマのプーさんの話って多分クリストファー・ロビンが、うん、絵本を読んでもらってるんだと思うんだよね。ほう。で、クリストファー・ロビンのまたその100エーカーの森っていうところで、繰り広げられる魔法の場所に、はあ、クリストファー・ロビンがこう、うん、迷い込むというか、はいはい、その魔法の100エーカーの森に参加する感じ、うん、クリストファー・ロビンが、うん、絵本の中で、はいはい、で、うん、プーちゃんとかルーとかいろんな、うん、ティガーとかねいて、うん、でその、まあ、一番クマのプーさんってとても人気なわけよね、キャラ的には、はいはい、で、そうですよね、そんなクマのプーさんにも怖い怖い都市伝説が隠されているという噂がありますと。で、うん、これがですね、プーさんと仲良しの少年クリストファー・ロビンが小学校へ入学するところで終わります、うん、この物語がね、うんうん、実際の物語がクリストファー・ロビンが小学校へ入学するときに終わっていると。で、うん、しかし、物語の最後は2人は出かけていった、うん、どんなことがあっても少年とクマは一緒に遊んでいることでしょうと締めくくられていますと、うん、これなんか私覚えてるんだよね。クマのプーさんの本が、絵本があって、で、うん、エリカがものすごい好きでクマのプーさんの話が、うん、毎回毎回私読まされてたの、はいはい、でなんかこんなこと言ってた、最後に2人は出かけていきましたって、なんか、うん、なんて英文出てこないけどこういう風に終わったのは覚えてる、うん、でこの言葉が意味しているのは、うん、寂しがり屋でお腹を空かせているクマのプーさんはクリストファー・ロビンを誘拐し、うん、二度と実現世界に戻らないようにしたということ、うん、したということであろうと。でまた100エーカーの森の魔法の場所には結界が張られており、うん、どこまで叫んでも表には響かないし、うん、中の様子もわからない。で最終的にはおそらくクリストファー・ロビンを食べてしまったんだろうと、クマさんが、うん、なので、うん、結構膨らませましたね、その人は。膨らましましたね。でもねちょっと思うんだけどこれ見てね、うん、うん、少し考えたのが、クマのプーさんって、はい、なるみちゃんは、うん、
あんまり触れ合うことがなければわからないと思うんだけど、私熊野プーさんはその絵本もそうだし、うん、映画もそうだし、エリカのせいでもう何ミリオン書いてみたわけよ、うん、映画も、うんうん、で熊野プーさんの声がおっさんなんだよね、うんすごく、うん、で私それすごいてかエリカがハマるまでは熊野プーさんってまあ可愛いクマだなしか思ってなかったから、うん、何にもストーリー全部知らなかったし、うん、あのでもおっさんの声なんだっていうのがちょっと今この都市伝説の話を聞いてちょっと怖かった、うん、あはいはいはい、やっぱりおっさんだったんだと思って、だからおっさんなんじゃんあれ実はあんな可愛い格好をした中はめちゃめちゃ悪魔なんじゃない、うん、と思っちゃった思わず、あ、うん、だってなんであのおっさんの声にしたかわからないぐらいだもん、確かにね、もっと可愛い声でもよかったですからね、そうすごいおっさんなんだよ、うん、本当、うん、そのおっさんがいつもおーって言うんだよ、うん、おー、うん、クリストファー・ロビン I'm hungry 、うん、大変だ。でもなんか最近ポストでインスタグラムで見つけたんですけど、うん、なんかこのクマのプーさんって全員がなんかディスオーダーを持ってるみたいな、うん、メントディスオーダーを持ってる持ってる持ってる、ティガーは ADHD、 あそうティガーは ADHD、うん、ピグレットはエングザイリー、ピグレットはエングザイアティ、うん、イオンがディプレッション、イオンがディプレッション、うん、プーさんがイーティングディスオーダー、うん、であのラビットが OCD、うん、ラビット OCD、 そう強いて言えば、うん、カンガルーのお母さんは普通かも、うん、あそうなんですか、ルーのお母さんは、うん、まあルーはほら魔法の2歳だから、あの2歳だから、あそうなんですか、うん、2歳って2歳っていう、ま、あの魔の2歳って言われてるんだよねアメリカって、あそうなんですか、うん、2歳ってね、うん、一番このきつい対応するのが子育てで、あそうなんですか、うん、へえ。でも確かにそうやって言われたらそうかも、全員あのなんか問題がある、うん、であのフクロウはナルシストだそうです、あナルシスト、フクロウはナルシストなんだ、うん、確かにナルシストだわあれ、うん、自分のことばっか自慢してるもん、あそう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 、うん、らしい、いやそれ聞いたら面白い、確かにプーちゃんディスオーダーなの、うん、イーティングの、うん、イーティングですよ、ずっと食べたいですもんね、蜂蜜食べちゃってね、自分のサイズが大きくなっちゃって、うん、あの蜂蜜取るために穴に入って、うん、あまりにも早く食べたいから穴から抜けて食べればいいのに、うん、穴に詰まった状態で食べ始めちゃうんだよね蜂蜜を、はいはいはい、うん、だから膨れちゃって自分が、うんうん、で出れないの抜け出る、うん、はいはい、うん、大変だ、そう、うん、でそれをそんなストーリーラインでした、クリストファー・ロビンがオープーって言うんだよね、うん、オープーじゃねえよと思いながら、なんでそれが好きだったんですかね、アエリカをね、面白いですね、分かんない、エリカって大好きだったんだよね、だからほら、うん、ディズニーであのプーさんのハニーハントっていう新しい乗り物、あれまあ、はい、あるあの比較的新しめなんだけど、うん、あれ出た時もエリカも喜んで喜んで、その時はまだもう、自分も大きいよ、うん、多分高校生ぐらいよ彼女が、はいはいはい、でも初めて一緒にあのディズニーであのクマさんのハニーハントに乗った時にめちゃめちゃ感動したんだよね私、すっごく、へー、絵本の中に入っていくストーリーでしたよね、そう、で絵本、パタパタパタ、そう絵本がさ、うん、ワンシーンワンシーン絵本、この待ってる列があるところが、うん、絵本のページがちぎれたようになってるんだよね、一個一個、はいはいはい、でそれをたくさん読んでたから、うん、あーこのライン覚えてる覚えてるっていうのも出てくるし、へで本のように展開してくれるから、うん、あれはなんかすごいノスタルジックな気持ちになってすごい楽しかったけど、へなぜエリカがそこまでクマのプーちゃんにハマるのかわからないでもかじりついて見てたよずっとテレビ、うん、でもなんか好きなものもありますからね、なんかこう、うん、あの私は何だったかな、うん、私はセーラームーンだったかな、あ世代的にセーラームーンだったんだ、うん、はい私はセーラームーンにハマったかな、一回見たことない、あ本当ですか、うん、あそうか世代が少し違うのかっていうか、私その女子の戦士系、うん、うん、私の時あった、私がドレミちゃんとか、私の時代はドレミちゃん、お邪魔女ドレミ、お邪魔女ドレミ、お邪魔女シリーズ、ドレミちゃんって、えドラえ、違う違う違う、あドラミちゃんじゃないです、それはあるそれはあのあれごめん、
それドラミちゃんだ。ドラえもん、ドラえもんです。あれ、ドラえもんのドラミちゃんってそんな戦車だったっけと思ったけど、違う。うん、でもなんか、私のお邪魔女ドレミちゃんは、なんかあれでした、なんか、あの音符で攻撃するみたいな。あー、弾くんだ、何かを、うん、こうピアノとか。いや、覚えてない。覚えてないの？多分違うと思う。多分違うと思いましたが、魔女スティック。弾きまくる。魔女スティック。マジョスティックでなんか音符が出てくるんだったと思いますけど、すいません、すごい昔の話なんで。楽しいです。あれみたいな、シュノさんはあれじゃないですか、魔法のコンパクトじゃないですか。何でしたっけ、なんだっけそれ、魔法のコンパクトが。ハクション大魔王。違う違う、絶対違いますよ。魔法のコンパクト、ハクション大魔王って知ってる？知ってます、知ってます。なんかくしゃみしたら出てくるやつですよね。そう、あくびちゃん。違うね、魔法のコン、私それ知らないよ。え、魔法のコンパクト何でしたっけ？見てないと思う。だって、私が行った時のちょっと女子選手系って言うとキャッツアイとかそんな感じだよ。あ、結構大人っぽいっすね。女子選手系にしてはちょっとなんかキャッツアイってセクシーセクシー、ちょっとセクシーですよね。うん、女子だってレオタードだ、女子に。そうですよね、女子の選手系というよりかはちょっと違いません？うん、やっつける相手ヤクザ。やばい、やばい、強い。ドラミちゃん、ドラミちゃんやっつける相手はヤクザじゃないですか。ドラミちゃん普通に敵倒してますから。キャッツ相手がレベルが違う。違います、違います。あの、あれですよ、秘密のアッコちゃんです。違いますか、秘密のアッコちゃんの世代じゃない。秘密のアッコちゃんは聞いたことあるけどハマってなかった、私全然見てなかった。あ、本当ですか。うん、私、あんまり選手系にハマった覚えがないかも。全くもって。そうなんですか。うん、考えてみたら、自分の何小さい時を考え、小さい時だよね。ちっちゃい時に、まあ、うん、ちっちゃい時に見たあのアニメを全く覚えていない。筋肉マン？筋肉マンも見た。でもそれは私多分、ね、小中、うん、お兄ちゃんが見てて見た。あ、やっぱあれだ、お兄ちゃんが見てるものしか覚えてないかも。北斗の拳、北斗の拳、はい、めっちゃ男らしい。ガツガツ男ってやつよね。北斗の拳とその筋肉マンも見たし、うん、あとあれはどうですか、一応80年代の魔法、うん、魔法戦士調べたら出てきたのがクリーミーマミ、うん、あ、見た見た、それ見た。魔法の天使、男の子と違う女の子ってやつね、うん、見た見た見た、知らない、うん、全然世代違いますね。魔法少女ララベル、あ、それ知らないわ。あ、知らない、うん、それ知らない。クリーミーマミはさ、確かにクリーミーマミって戦士だったか、そういえば、うん、みたいです。一応戦士系に入ってますね。なるほどね、なるほど、うん、なんだろうね、なんかすごく記憶があんまりない、その小学校の時に見た。本当ですか、うん、うるせえやつらとかですか。あ、うるせえやつらも戦士に入るの、ラムちゃん。いや、入らないですよね。80年代のアニメに出てきました、うん、でも見ました、見ました、大好きでした、ラムちゃん。でもミンキーモモっていうのもいますよ。え、もう一回言って。魔法のプリンセスミンキーモモ。あ、なんかでもそれ名前聞いたことあるかも。クリーミーマミがいてミンキーモモもいる。そうそうそう、クリーミーなマミとミンキーのモモよ。どうどうどう。でこんな感じですよ、ミンキーモモ。これだよ、覚えてるかも。でも見た、見た覚えがないけど、写真は非常に覚えてる。本当ですか、やばいね。クリーミーマミはちなみに、そうそう、あの紫色の髪の毛よ、マイク持って、そう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 。私この人の笑顔、うん、笑顔っていうか、この似顔絵をよく描いてた。あ、本当ですか。うん、まあ、そういうのが、まあ、篠田さん世代、80年代ですね、の、まあ、選手も。あんまり覚えてないけどね。うん、私もキャッツアイ以外覚えてないな、あんまり。キャッツアイは選手ものにしてしまうとまた違いますけどね。うん、確かにね。まあ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 。まあ、そんな感じでした。そういうアニメでハマったものも時代が全然違いますもんね。昭和の時代となるみちゃんの時代、ね、確かに、うん、90年代は本当にお邪魔女ドレミでした、ね、まあ、エリカとジャスティン、エリカとあのジェイコブの時代と確かに。でも今なんかアメリカでもまた流行ってますからね、セーラームーンとかね。あ、そうなんだ。流行ってます、流行ってます。いろんなところコラボしたりしてますよ、セーラームーンと。うん、へえ、
面白いわそういうの、うん、そうなんです。はい、 でした。あと1個言えるかな、まだ50分だからね。あと1個、よいしょよいしょ、ですね、これではなくて、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、上まで登りますので、登って、あのスペースマウンテンの話なんですよ。ほいほい、よいしょ、あったったった人気アトラクションスペースマウンテンの天井に見えるものは、でこれ、スペースマウンテンって過去2回ぐらいトラブル起きてるんだよね。で、どういうことですか？死亡事故が2件スペースマウンテンで発生してるんですよ。日本でですか？日本で。開業当時の1983年から1990年までの間に死亡事故が2件発生したそうですと。で、そこでお払いを受けて、その時のお札が今でも天井に貼ってあるっていう噂がありますと。でこの噂の真意は実際に天井を見た人にしか分かりませんが、実際のスペースマウンテンは2007年に全面改装されていて、さらに安全面が強化、されているですが、ディズニーランドの中で一番怖い絶叫系アトラクションだと言われています。でその怖さは別の意味合いもあるのかもしれませんねみたいな話なんだけど、これが、事故がね、じゃあ本当にこのスペースマウンテンがこう、レールから外れたとかそういう事故ではなくて、一つ目の死亡事故の原因は脳震盪、そして二つ目の死亡事故は心不全、どちらもその乗ってる人の健康状態とかその忍耐力とかが合わなくて亡くなってしまったってことらしいんだけど、っていうのもあれって乗ったっけだね、みちゃんスペースマウンテン乗ったことあります。はい、あれさ、暗いやつですね。暗い中ですごいスピードでこうわーってなるんだよね。で急降下とか急上昇急旋回とかがあるから、そのもともと体の弱い何か持病がある人はそれがこうトリガーになって、まあ、心不全と脳震盪って形らしいんだけどね。でもそれをそういうことがあったからこそ、なんかこうスペースマウンテンに乗っていると聞こえる声っていうのがあると。でなんか女の人で助けてっていう声が聞こえたっていう人が結構な人数がいるんだって。で私は一切聞こえたことございません。だけどそういう話があると。であとはスペースマウンテン、これ全部都市伝説だよこれね、全部ね。でスペースマウンテンには別のルートがあるんだと。で、ディズニーのアトラクションは全て安全第一を考えて作っていますと。で、スペースマウンテンももちろん安全第一なので、このアトラクションでは急カーブが多いことなどを考慮して重量制限が設けられていますと。で、実はスペースマウンテンには別ルートと呼ばれるコースがあって、このコースが使用されるのは重量オーバーを感知した時のみで、重量が、1トンを超えると通常は右に進むところを、特別の左側のコースに変更になると。で左側のコースに進むと車庫につながっていて、で、そこで自動安全装置が発動したために出発できません、別のロケットに乗り換えていただく必要がありますという内容のアナウンスが流れて、強制的にその場所でグループ分けされてしまうそうですと。で、この左側のコースが使用されたのは過去に1回だけなので、ディズニーファンの間では幻のコースとささやかれていると。そんなことがあるらしいです。今まあ確かに1トン超えなきゃいけないから、ちょっと日本人にはちょっと苦しいところだよね。難しい、うん、難しい、でアメリカのスペースマウンテンにはこれがあるんだろうかと思うけど、まあでも結構大きく作ってるんじゃないですかアメリカだから、やっぱりかもね。
まあでも、うん、このスペースマウンテンがこの死亡事故があったっていうのを私も何回か聞いたことはあって、へえ、知らなかったです。だからこそなんか書いてありますよね、怖いには怖い、体弱い方はなんか乗らないでくださいみたいな、そう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 、結構書いてありますもんね。暗いからね、心臓になんか、うんうん、暗くてこう早いからね、すごく、うん、そう、そういうことらしいです。なんかね、すんごいたくさんこのディズニー情報っていうところにあの都市伝説がたくさんあるんだけど、うん、その It's a small world の恐怖とか、あの、うん、なんかこう、まあ話をでっち上げようと思えばでっち上げられるよねっていうところなんだけどでもなんかやっぱりこう皆さんが知ってるディズニーランドだ だけあって、こう、うん、まあちょっとこうエンターテイメント、こうへー、そうですね、そうなんだっていう感じ、うん、違う楽しみ方もあるんだ、ね、違う楽しみ方、うんうん、なのでこれを私はちょっと和訳してあの、はいはい、ジャスティンにあの言っとこうと思って、ああいいですね、行く前に怖がらせるっていうね行く前に怖がらせる、それはいかんの、でも楽しみですね。もうすぐですからね、うんうん。そんなのも心に留めたまま、ぜひあの、そうですね、行ってみてください。うんうん、行ってみますね。ディズニーランドに。はい。なんかあのほら、この前アフターアワーで言ったあのシンデレラキャストの下の廊下にある壁画で、うんはいはいはい、あのシンデレラのこのピアスの壁画を触ると、うん、あの幸せになるとか、願いが叶うか。願いが叶う。うん。って言われてるので、ちょっとそれはちょっと写真撮ってきますわ。ぜひぜひお願いします。はい、楽しみです、見るの。でした。はい。ありがとうございました。はい。ズバッと切るぜ。しのぶとなるみの質問コーナー。では質問に行きたいと思います。今日の質問はですね、実際にオンサロ会に来られてた方の質問になります。はい。はい、オンサロ会。オンサロ会に来られてたこの方。おー、はい、はいはい、質問にね、はい、ということで、しのぶさん、なるみさん、ご相談です。私は今年2月からオーストラリアのメルボルン、違うな、メルボルン、あ、当たってますね、メルボルンにてワーホリをしております。以前にはカナダのワーホリもしておりました、はい、カナダのワーホリ後、日本企業に就職し、約4年間日本で過ごし、やっぱり自分は海外で暮らしていきたいと決意し、今回はオーストラリアに来ましたと、うん、また今回は永住権を取る勢いで来ました、うん、永住権はどこの国でもそうかと思いますが、簡単に取得できるものではありません、うん、私は今ワーホリビザなので、ビザが切れ次第学生ビザに切り替え、カレッジで勉強予定です、うん、そこで相談です。カレッジでの選択科目で今すごく迷っています。永住権を自力で取るとなった場合、いわゆる取りやすいと言われる分野はクッキーいやエイジケアのです。しかし私が今興味を持っている分野は IT 系で、正直その分野で取るのは難しいかもとエージェントに言われました。永住権を取るつもりでクッキーってクックする人なんですかね、 なんだろう、COOKERY か、うん、いや、エイジケアをカレッジで勉強し、取れなかった場合、私は日本に帰ってもこの業種を仕事にしようと思いません、うん、実際に仕事をしている方がいましたら申し訳ございません、私には向かないと思っているのですと、うん、ただ難しいと言われつつも、自分の興味がある分野を勉強し、取らなくても日本に帰って活かせる分野を勉強した方がいいのかなとずっと迷っておりますと、うん、一番完璧なのはこうして好きなことを勉強しつつ、こうしてパートナーを見つければいいとも思いますが、うん、初めからパートナーありきで永住権を目指すのもちょっと違うなと自分では思っています、うん、ただ年齢的には結婚を視野に入れているので、実際現在デートをしている方もいます、うん、ちなみに彼のラストネームがペインといい、これもなかなか難しい珍しいのではと思っております。とは言いつつ、自分で頑張って生きたい気持ちもありつつ、本当に日本に帰りたくなく、ずっとモヤモヤしておりますと、うん、どうかアドバイスをお願いしますということでした。うんうん、おい、確かにエデュケーションはね、ずっと自分の将来を左右するからね。確かに。でも正直、どのエデュケーションをとっても生かし、うまく生かせてる人も少ないとは思う。確かに。いますけどね、うん。全然違うことやってますからね、みんな。そうね。で、まあ、それがね、まあ、致命的とは言ってるわけではないですけど、ただ、なんかこう、まあ、全然。やはりそうだよね、往々にして皆さんこう、うん、出たディグリーと全然違うことしてるよね。全然違うことしてるなって思いつつもある、うん、だから、でもなんか学位によっては結構難しい
仕事取るのも難しい学位もありますからね。だからサイコロジーは PhD まで取らないと仕事取れないとか、なんかかなり難しい、あ、なんていうか分野っていうんですかって聞きましたし、なんかこう一概にこう、うん、学校で学んだことがうまく活かせるかって言ったら難しいなとは思いますけど、なんかそのカレッジでは、そのオーストラリアのカレッジではクッカリーだの、うん、エイジドケアだの、やっぱりしょうがないから、うん、しょうがないよね、永住権を取るつもりでお勉強しつつ、うん、なんかオンラインコースかなんかで IT の勉強できないの、うん、そうですね、うん、そしたらどっちも、ね、まあ大変だけどね、勉強が、うん、でもほら IT の方は自分でこうオンラインとかにしちゃえば、うん、タイミング見ながら、このカレッジ、うん、カレッジってやっぱ単位取っていかないと落ちちゃうから、確かに、うん、あれだけど、この IT 系のはなんかこうオンラインコースで自分のペースでできるようなものがあれば、うん、ね、日本のオンラインコースでも別にいいわけで、うん、だからどう、ね、なんか方法はあるような気がするんだけどね、どっちかに必ず選ばなきゃいけないっていうことも、まあ、特にお勉強したい内容が IT 系だったら、うん、なおさらあのデジタルワールドでお勉強できる内容じゃん、うん、これがほら、まあ、確かにナーシングとかだったらもう実際 に、ね、フィジカリに行かないと勉強できないから、うん、ものによってはね、だからこう、うん、なんとなくうまい具合にね、あのやっていけるんじゃないかな、 そしてその中もうあの毎週土曜日は婚活をするっていうね、うん、あ、そうですね、確かに、うん、月から金まではもうフルフルで勉強しまくって、うん、カレッジ行って勉強、お家帰っても勉強みたいな、うん、土曜日日曜日は婚活、土曜日はもう婚活をする、うん、そしたら何か あのプラン A プラン B プラン C はどっかでこう花が咲く、確かにそうですねと思うんだけど、本当にその通り、うん、な、うん、まあ難しいけどね、でも言うは優しいんだけど、うん、はい、まあ仕事取りやすいからアカウンティングがで私にできるかって言ったら私できないと思うんで、うん、それはもっとできる人できない人がいるんじゃないかなとは思いますけど ね、確かに確かに、それは、うん、やっぱ興味ないこと私勉強できないタイプなんで、いや、おっしゃる通り、うん、だからそれができるぐらい器用、ね、なのであれば そうだね、それを取ったらいいとは思いますけど、 そうだね、うん、それはすごくいいポイントですわ、うん、もう取れながらでも仕方ない、うん、自分が好きなのしか勉強できないから、うんうん、もうじゃあだったら諦めて違うプラン B、まあ、婚活に走るか、ね、だったらもう IT の仕事、うん、まあ、お勉強しながら、うん、あのもう真剣に婚活するとかね、婚活するか、そうですね、うんうん、でも多いですけどね、あのそういう結婚を手段として、うん、まあ、その国にいるなんてザラにいっぱいいますよね、だ、うん、いるし、うん、本気で別に婚活したらその人と恋をするわけだから、うん、別にこう最初の目的がそういうちょっと打算的な目的だとしても、うん、でもみんなそんなもんじゃん、そんなもんですよ、一人でいるの、一人でいるの寂しいなっていうのも打算だし、打算的、うん、ね、うん、だからそんなもんですよ、うん、まあ普通にね、結婚相手を探すのも打算的ですしね、そうそうそう、私だって、うん、あのイギリス発音の人と一回付き合ってみたいなってところで打算で入りましたからそうですよね、うん、本当にその通り、うん、だからなんか打算がない人もいないんじゃないかなと思いますしね、そこまで自分をなんか、うん、こうだからダメだって思わなくても、うん、いいと思うよ、結構それで、うん、普通ご縁があればね、うん、本当に結婚まで発展するし、ご縁がなければ発展しないし、発展しないし、うん、その時はまたその時で考えればいいしって思いますよね、うん、そうですよ、まあ、そうですよ、期限がついてるから不安になるのはすごくわかりますけど、うんうん、でも多分、うん、もし今日なのであればね、白さが言ったみたいに2つ、まあ、自分が好きじゃないところを勉強して仕事つけてゆっくり旦那さんを探すか、うんうんうん、器用じゃないなって思うんだったらもう好きなの勉強して、うん、婚活を頑張るかっていうところですかね、うん、だと思うな、はい、うん、私もそう思います、うん、はい、でした、うん、以上でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ご質問、はい、では、うん、ご質問ありがとうございました、うん、ではここで終わりたいと思います、はい、今日もドクアミを聞いてくださり本当にありがとうございました、英語お勉強中の皆さん、ぜひキャンブリーのサービスを概要欄でチェックアウトを忘れなく、質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしけgmail.comまでご連絡お願いします。毒アメが大好きなあなた、
ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。